はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンラインの、ビルド紹介シリーズの方をやっていきましょう。で、今日ご紹介するのはですね、私のメインキャラの、まあ、メインキャラとしてるキャラが3人いるんですよ、私。近接物理の、ドラゴンナイトのバルバラと、まあ、前回紹介しましたね、ウォーデンの、遠隔スタミナビルド、弓ビルドだね、のアムライル、ウッドエルフのね。で、もう一人がね、唯一のマジカ、イデア・ドールバルというソーサラーのマジカビルド、を今日はご紹介しようと、まあ、思っております。まあ、彼女はブレトンで、このダガーフォールの、カシミールに嫁いだという、私のキャラ設定がありますんで、ね、カシミールの横にで、ね、いつも、まあ、オープニング撮ってみようかなと思ってたんですけど、なかなかこのね、あれ、なんだろう、オークの賢者のドレスかな、ちょっと、UI 出してなかったね。コレクション、外見、コスチューム、あったの。これね、ウォークの賢者のベスト。クランの賢者であれ、儀式の日の狩人夫人であれ、優雅さと権威を守らなければならない。金縁で飾られた私のベストなら、あり余る効果が見込めるとデザイナーの綺麗なボルジクは話している。まあ、多くのものなんですけれども、多くの服って、実は、なかなかいい。他にもあったな。カジ夫人のなんたらかんたら。まあいいか。その紹介はまた別の機会にしましょう。というわけでね、マジカビルドの、ソーサラー。結構一般的なものですかね。ちょっと、ここら辺ちょっと探しんで移動しましょうか。いざね。彼女は、まあ、どういう感じかというと、あ、邪魔だな、ここ。ごめんなさいね、平平さん。マジカに特化した。で、マジカ、最大マジカ4万2000あるね、今。結構なもんだ。何からご紹介していったらいいかな。まあ、ソーサラーなんで。まあ、装備からお見せしましょうか。で、ですね。まあ、セット装備。完全なら魔術師セットと。これは前回ね、ご紹介したアムライルの残忍なオフィディア。残忍なオフィディアというか、あれだね。残忍な大蛇セット。と同じようにね、クラグローの試練で取れるセット装備ですね。軽装の、装備。2セット揃えると呪文クリティカルが833、ね、で3セット揃えると、これはもう試練セットならおなじみのね、3セット目揃えると殺戮弱が得られると、ダメージが 5% 増加される、ね、4セット目で129の呪文ダメージで、5セットで833の呪文クリティカル、呪文クリティカルとかだから1666ね。オフィディア、あ、ダイジャーセットとそう変わりませんね。それのマジカ版という感じですね。で、5セット揃えますと、完全にチャージした重攻撃で、追加ダメージが903。そして完全なチャージした重攻撃を与えた場合に、その敵に脆弱弱を10秒の間与えて、被ダメージが 8% 上昇すると。もちろんこれは自分自身にもね、自分のダメージが 8% ね、上乗せされるというのもありますけれども、まあ、グループだったり、レイドだったりで、ね、仲間をすり抜けてった。大体ぶつかったりするのもするもんなんだけどね。ま、仲間のね、DPS アップにも、いいなと思って、この缶 SS セット、私好きでね、マジカのキャラには大体これを装備させてたりしますかね。で、相方のセット装備なんですけど、いろいろ考えたんですけど、まあね、私の、マジカキャラクターというのは、まあね、ソーサラーっていうもんはまあね、
範囲攻撃の、ね、セットに、まあ、稲妻の杖持って、で、単体のスキルパレットには、まあ、炎の杖持つのが一般的というか、まあ、定石なんですね。なぜかというと、これね、スキルだったかな？攻撃杖のスキルの、パッシブの方に、これね、うん。完全にチャージした炎の杖の重攻撃は追加ダメージ 12% 与える。これじゃねえな。これじゃねえや。なんだっけ。これだね。うん。古代の知識だ。うん。火炎の杖の装備中は単体攻撃アビリティのダメージが 8% 増加されて、ね。稲妻の杖装備中は、範囲攻撃アビリティのダメージが 8% 増加されるということなんですよ。うん。つまり単体パレット、本当に、ね、炎杖持っておけば 8% ダメージが上乗せされますと。で、範囲攻撃の方に稲妻の杖持っておけば、ね、範囲攻撃のアビリティが 8% 増加されるということで、まあなんならね、そのセットで持ってると、あの 8% のね、まあ追加の、うん、ダメージが、まあ、常時つくということなんですよ、うん。まあですので、基本的にはですよ、私はね、ロールプレイを優先する意味があって、まあ、両方、稲妻の杖持たせているだけでして、実は。うん。これ DPS を上げるんであれば、単体のスキルパレットの方は、炎の杖持たせるのが、まあ、おすすめです。うん。実はね。で、なんでこんな雷のね、稲妻の杖両方持たせているのかっていうとね、私はね、魔術師3人実はいるんですよ。まあ、ね、イデアさんは、ソーサラー。で、もう一人は、ドラゴンナイト。で、もう一人がウォーデン。で、これね、各ね、クラスによっては、ね、属性の違うマジカ、うん、ダメージ、うん、というものがあって、このソーサラーっていうクラスは、基本的には魔法攻撃は、雷由来のもんが多い。ちょっと待って、スキルか。これね、嵐の召喚。まあ、ご覧の通り魔術、まあ、あれです。雷関係の、うん、ね、オーバーロード。嵐の力を拳に宿す。軽攻撃を行うと雷弾を放つ。9983雷撃ダメージ与えと。ね。で、範囲内の敵に12688の雷撃ダメージという感じで、雷撃ダメージ。雷撃ダメージ。雷撃ダメージ。雷撃。これは雷撃というわけじゃない。ダメージというわけじゃないね。ボルトエスケープ、うん、マジか。物理と雷撃ダメージを 5% 上昇する。つまり、まあ、ソーサラーっていうキャラクターは、まあ、雷撃に特化してるね、マジカキャラクター、マジカクラスなんです。マジカクラスじゃねえよ、別にスタミナでも作れる、うん、クラスなんです。雷撃に特化したクラスなわけです、うん。だからだったらね、こういうものがあるんだったら、もう雷撃のね、専門の魔術師だよ、うん。で、炎専門の魔術師、ね、氷専門の魔術師みたいな作り分けちょっとしてみようかなと思ったのが、まあ、この雷杖2本持たせるという、まあ、ロールプレイ、うん、っていう感じですかね。なので、ね、まあ、雷撃ダメージしか使いませんと、基本的には。ちょっとスキル見てみましょうか。スキルのセットね。うん、まあ、雷撃のクレンチ。なぜ雷撃のクレンチってなってるかというと、これね、攻撃の杖、ね。これはね、どれだっけな、破壊の打撃っていう、まあ、スキルなんですよね。ただこれね、持つ杖によっては、ね、こっちの、ね、雷撃のクレンチになると。杖にチャージされた強力な力で敵を攻撃する。4000と47魔法ダメージを与えた後、6990を追加で8秒の間与えると。で、炎の杖持ってると炎のクレンチになって敵をノックバックさせる。ね、継続ダメージを与えると。で、氷の杖持ってると、ね、敵をより長く移動不能にすると。雷撃のクレンチ、雷杖持ってると、気絶させ周囲の敵にもダメージを与えるようになりますと。
まあいう感じで、まあ、杖持った杖によってはこの攻撃杖のね、あのスキルっていうものの属性が変わってきますと、まあ、いうことなんで、基本的にはね、だから雷撃ダメージなんですよ全部、うん、攻撃の杖のスキルを入れてても、うん、雷の杖持ってればね、うん、とまあこんな感じでダメージがほぼ雷なもんですから、うん、ね、ご覧の通り、ちょっと後でもうちょっと詳しく説明しますけども、ね、このビルドがどんなもんかっていうのをちょっとご説明してます今、うん、なんだっけ、そう、雷の攻撃しか使いませんので、このネッチの接触セットというものを私は相方のセットに選んでると、うん、2セットで呪文クリティカル、ね、3セットで最大マジカ、4セットで呪文ダメージが、ね、ご覧の通りに上がると。で、5セット揃えると、ね、雷撃ダメージアビリティに呪文ダメージを386加えますと、うん。つまり私のダメージアビリティにはこの雷撃ダメージなんで、ね、386、ね、呪文ダメージ上乗せしてくれますよというセットです、これ。ネッチの接触セット。うん、ね、で、相方は、簡易性で、ね、いつも通りです。ね、武器とアクセを、うん、セットにして、で、あと頭と肩除いた、ね、防具に、この相方のセットを入れて、ね、空いた頭と肩にモンスターマスクセットを入れていると、ね。で、選んだモンスターマスクセットはイランブリス。これ、イランブリスセットっていうのは魔術師の、まあ、なんていうのかな。結構一般的じゃないかなと思ってます。あれですね。なんだろうな。ごめん、忘れちゃった。もう一個あったんですけどね。なんだったかな、名前。ちょっと後で調べて、テロップで出します。まあ、ご覧通り、ね、最大マジカ。ね、1セット揃えて。1セットっていうか、もう、それぞれが持ってんのかな、最大マジカアップが。で、2セットそれと本物ダメージか、雷撃ダメージ。ね、雷撃ダメージが出るんで、私は。うん、与えたとき 10% の確率でダメージタイプに応じた隕石の雨を召喚し、4メートル。いや、ごめんなさい。こっちだった。R だった。4メートル以内の敵すべてに1614を、1秒前に5秒間与える。うん、つまり、5630だから8000ほど、うん、1回の発動で、敵に与えることができるということですね。うん、で、これがまあ8秒ごとなんで、まあ、インターバル3秒、うん。まあ、なかなかのもんでしょうという感じなんで、これを選んでます。まあ、ね、自分の前方とかいうよりも、ね、相手の足元に発生するタイプの方が、まあ、マジカのキャラクターには合ってるだろうと、うん、いう感じですね。まだでもね、なんだろうな。この、なんつうのかな、ビルドがね、まあ、汎用性に長けているというか、うん、しぶとい。まず、後で、どうしてしぶといのかも説明するんですけど、うん、まあ、なのでね、ちょっと装備的にあんまりちょっと力入れてないところがあるなっていうのが、ご覧の通り、まだ紫地の防具が多いんですよね。まあ、ネッチの接触セットっていうのは最近入れ替えたばっかりで、まだこのね、金文字とか黄色文字のね、一番最上級のランクにまあ強化してないと、まだ、まあ、これ強化する素材が高くて、うん、まだちょっと手つけてないっていう感じで、ちょっと中途半端な装備なんですけど、うん、まあでも紫ぐらいあれば、ね、まあ、そこそこやれますんで、うん、黄色にこだわる必要はないかもしれない。さて、じゃあ、ね、王宮で暴れるわけにもいかないんで、一回、ダリちゃんの家に行きましょう。お前は自分の首に賞金を。さて、まあ、いつものとこですね。スキルか、そうだね。こっちが範囲パレット。こっちが単位パレットですね。で、基本的にはね、このソーサラーっていう、マジカソーサラーっていう、ビルドはですよ。まあ、
はそんなにね、エルダースクロールズを毎日やってて、最近の流行りすたりっていうものに、まあ、ちょっと疎いところあるんですけども、まあ、私がね、長年やってきた中で、マジカソーサラというのは、この、ね、パワーサージ。大きな力を求めてメリディアに祈りを捧げることで残忍鏡と魔術鏡を獲得し、武器ダメージと呪文ダメージが 20%、33秒の間上昇させると。うん。まあ、33秒の間、ね、魔術鏡、つまり呪文ダメージが 20% 上がった状態を作り出す。まあ、どのビルドでもありますけどね、残忍鏡か魔術鏡かをね、まあ、得て、自分をパワーアップさせるというのは、まあ、なんだろう。ありがちというか、当たり前にやることであって。まあね、このスキルを入れないで薬に頼って、このね、魔術強化、ね、残忍強化を得るみたいなことをやることもあるんですけれども、これを入れといてください。うん、なぜかというとね、発動中クリティカルで与えたダメージの、2550分の体力が回復する。これ、どういう和訳でこうなったのかわかんないですけど、私がやってる感じだから1秒ごとにね、うん、1秒の間隔でクリティカルダメージが入った瞬間に2550体力が回復する、うん、と思ってます、うん、つまりクリティカルダメージがコンスタントにね、出ている状態であれば、ね、このパワーサージがね継続されている間1秒ごとに2550常に回復しているという考え方です。これすごくね。うん。これ回復をもう考えなくてよくなるという感じですよ。相手の DPS がね、上回ってきたら、ちょっとしんどくなるところはあると思うんですけど、基本的にはこのパワーサージでクリティカル出した時の回復で賄える。うん。でですよ、うん、パワーサージ与えて、ね、やって、この隣に、まあ、セットしてある、ね、無限の嵐、ね、23秒の間、ね、体を純粋なダンス様に変化させて、近くの敵を雷撃で撃ち、1000と42雷撃ダメージを1秒前に23秒与えると。うん、でこの姿の間、強固と。結界鏡を獲得し、物理耐性と呪文耐性を5280の間、まあ、上昇させます。さらに短時間の間ね、迅速鏡が与えられ、移動速度が30% 4秒の間上昇すると、うん、これこの2つを使ってたら敵のね、敵がねわーっといるところにドーンって突っ込んでてもそうそう死なないっていうのがこのソーサラーの強み、ね、だと思うんですよ。しぶとい、とにかくしぶとい。だって回復をあんまりね、念頭に置かなくても勝手に回復してくれるスキル回しであれば、他のことに目が向けられると思いません？だから DPS に集中できるんじゃないかと。ちょっとね、これね、単体でね、マジソサの凄さを皆さんにね、ご説明するというか、おすすめするにあたって、ね、標準用アルゴニアン君では、ちょっとね、伝わりづらい。うん、やっぱグループダンジョンに行きたいわけです。まあちょっと今から DPS のね、ちょっとこんな感じですみたいな、単体でやる、ね、相手にするのはこんな感じです。まあ、そんな高くないんですけど、2万。うまくいけば5000で、平均的には2万3000か4000ぐらいかな、うん、まあそれぐらいあればちょっとは戦えるでしょうというぐらいですね。でまあこれだけ入ってれば他好きに入れても別にいいと思ってますそれぐらいマジ操作ってもう楽、うん、やりやすい、うん、初心者向けじゃないかなと思うんですよね。私の見解です、これは。ね。あと、スタミナソーサラでも同じです。パワーサージをね、パワーサージ入れとけば、別にこれ、魔術だけじゃないね。残忍鏡もつくんで。
ね、で、クリティカルは別に呪文ダメージっていう縛りもないですからね。パワーサージ入れて、で、あの、無限の嵐の方を、なんかスタミナ由来の方にできるんで。うん、で、そうするとまたスタソサでも、ね、あの、このしぶとさを得ることができます。いや、本当だからね、一番最初に、このゲームやるにあたってだよ。うん、ソーサラーおすすめなんですよ、すごい。うん、まあ、わかりやすい。うん、とはいえ、奥が深いというかね。おすすめなんです。そればっかり言ってる、ごめんなさい。うん、いやね、マジソーサー育て始めてから、ちょっと世界変わった感じするんですよね。うん、このゲーム。まあ、私もあんまり上手い方じゃなかったんで。すぐね、死ぬ感じだったんですけど、マジソサのしぶとさを知ってから、ちょっとやれるようになって、ね、このゲーム楽しくなって、のめり込んだと。いうところがあったんで。さて、じゃあスキルのご説明、続けていきましょう。基本的にはね、範囲攻撃のパレットなんで、こっちは。範囲攻撃を、まあ、基本的には入れてますね。流体雷撃。これは、あれだね、嵐の召喚、ね。クラススキルの方ですね。標的の場所に嵐のエネルギーを、形成し、周囲の敵に2990。雷撃ダメージを1秒ごとに10秒の間、これすごくない？これ地味にすごいですよ。3000与えるもんが10秒ね、続くってすごくない？ 3 万近いんですよ、10秒で。うん、エネルギー内の味方は、同感シナジーを発動すると周囲の敵に8811雷撃ダメージを与える。だから仲間がいる状態だと、ね、これを敵の中心にポンって置いてるとシナジー使ってくれる人は、ね、いますん で、うん、で同感のシナジーが発動されている8811の雷撃ダメージを、うん、敵に、ね、追加で与えることができるぞと。これなかなかいい技でして、範囲攻撃として、ね、で隣嵐の防壁、これは攻撃勢の方のスキルですね。攻撃勢のね、属性防壁という方のスキルですね。これご覧の通り、杖を叩きつけて目の前に、属性障壁を作り、範囲内の敵に、1523万砲ダメージを1秒の間与える、ね。炎の場合は敵に追加ダメージを与える、ね。氷結の杖の場合は、敵の移動速度を低下させると。で、雷の杖を持っている場合は脳震盪だったりね、を引き起こすと、うん、脳震盪を起こしている敵をフラフラ状態にすると。だからもう一段階相手の移動というか行動不能をのランクアップをしているということかな。フラフラってあれだな、気絶手前ぐらいのやつだね。なんだろう、これあんまりよく分かってない。脳震盪、脳震盪っていうのは相手が強攻撃してきたときブロックするでしょ、ね、ブロックしてギョイーンってなって相手がグワングワンなってる状態が多分脳震盪、うん、状態の敵にこの回なんだ、属性防壁のね、雷杖のバージョンを当てると敵をフラフラにする、うん、ピオリ状態だね、だからね、うん、にさせんだと。何の差があるんだろうね、気絶すると、ね、フラフラと脳震盪同じじゃねえかって、うん、なんか多分差があるんだろうね、私は分からないですけど。うん、まあこの2つを基本的には、うん、範囲で巻いて、うん、ドットダメージをね、まあ、多数の敵に与えるというのが目的です ね、うん、ね、ご覧の通り今出てますね、円がこの範囲です。この範囲にこの流体雷撃聞いてますよ。でこちらの防壁の方はね、ご覧の通り、この辺りからこの感じで効いてます。結構広い、うん、ですから18×12 もあんだ。もう、ね、地面に杖を打ちつけて目の前の敵に嵐の障壁を作り出す。範囲内にいる敵に2332雷撃ダメージを1秒ごとに与え、脳震盪状態の敵を5秒の間フラフラにすると。で、これを効かせた上でですね、ごめんなさい。マウス状態になってた。
マウス状態じゃねえ、コメント表示の方にね、これを聞かせた状態でこちらのこれの範囲とを、まあ、ずっとやってる。簡単でしょ。だから範囲、あのね、あのグループダンジョンなんか行った時にね、あのたくさんの敵と対峙するときはね、サージ使って嵐の稲妻、あ、じゃあチャンピオンポイントなんて、あら、無限の嵐か、そうだ、無限の嵐使ってね、無限の嵐使って流体打撃、嵐の衝撃で、これなんだっけ、喉の指輪、雷撃の指輪ね、嵐のエネルギーを急激に放出し、狙った場所の敵に8072雷撃ダメージを与えると、うん、結構な範囲なんです、これは。というやり方、こんな感じ。そしたらもうこの円の中の敵は雷撃で焼け死んでしまう。すごいでしょ。この3枚セットで、まあ、範囲の敵を攻撃してる感じですね。まあ、範囲攻撃のパレットはこんな感じで、単体攻撃、属性ドレイン、属性の力で敵の防御を吸い、ね、吸収し、侵害強を23秒の間与えることで、呪文耐性が5280低下すると。でまた敵に間近吸収着を23秒間付与することで、ダメージを与えるたびに自身と味方、つまりだからその敵に対して攻撃を行った人全員に間近300、1秒ごとに回復すると。まあ、攻撃し続けていれば1秒ごとに300回復してきますよということですね。これはもう、ありがたいね。あの、耐性も減らすし、間近のリソースの、うん、まあ、耐久を上げるのにも、まあ、効果的だと。まあ、だからこれをまず、まあ、ボスなんかには入れとくと。一番最初に入れとくと。いうことですね。で、雷撃のクレンチ、さっき説明しましたね、爪にチャージされた強力な力で敵を攻撃する、5796雷撃ダメージを与えた後、7700の雷撃ダメージを追加で8秒の間与える、8秒かけて7700与えますということですね。だから、900いくかいかないかぐらいのダメージが1秒の間で与えていくということかな。で、さらに標的を 2.5 秒の間気絶させ、その周囲の敵に5275雷撃ダメージを与えると。だから、あの、密集してる敵にね、あの、使えば、範囲攻撃にもなってるというのがありがたいところですね、これね。そして、壊滅の雷撃。これ、もう一つの方のね、派生でもう一つの方あるんですけど、そっちでもいいかなと思うんですけど、まあ、雷撃って名前がついてるのがいいと思ったんで、こっちにしてるだけ。うん、なんで DPS 出すだけだったら、ね、多分あの他、別の方の派生の方入れてた方が多分ダメージは伸びますね。杖で全ての属性エナジーを集中させ、敵に、2528の炎ダメージ、氷結ダメージ、そして雷撃ダメージを与えると。まあ、雷撃ダメージに特化してる分、ね、雷撃ダメージの方が強く出ますよと。で、栄翔中の敵は妨害され、フラフラ状態になり、3秒の間気絶すると。だから、あれですよ。相手の栄翔攻撃、うん、赤いあのラインでファッファッファってなるやつでしょ。あれやってるところに、このね、壊滅の雷撃与えると。気絶する。っていうことです。これ、ありがたいね。これ、だからね、これ、使い勝手いいんですよ。相手のそういう攻撃を必ずね、食い止めなきゃなんない場面ってあって、まあ、試練とかね、そういうちょっと高難易度のコンテンツとかにありがちなんですけど、その時はもう普通に DPS 稼いでればこれを勝手に与えてるんで、いつの間にか止めてるっていうのがある。ありがたいスキルです。で、内なる発光。これは魔術師ギルドのスキルですね。うん、自身を囲む、松明かな。を作り出し、6秒の間、ステルス中の敵や透明な敵が見えるようになると。発見された敵は3秒の間ステルスや透明状態に戻ることはできない。これはどうでもいい。こちらです。
スロットに装備している間最大マジが 5% 増加し、予言鏡を得て呪文クリティカルが2119、じゃあ2191だ、まあ、増加されると、まあ、これ入れとくだけで最大マジカが上がった上に、ね、2191増加される。最大マジカというのは実はこれね、あのマジカダメージに全てに影響するんですよ。最大マジカが高ければ高いほどダメージが伸びるという仕様らしいです。まあ、なのでマジカが上がるっていうことがそもそもの攻撃力アップにつながりますと、いうことでこれを入れている。もちろんクリティカルもね、クリティカル大事ですから、パワーサージの、ね、兼ね合いもあって、でそしてもう一つ魔力のエギス4、オブリビアンの力で身を守るデイドラの鎧を作成して防御緩和を 36% 3秒の間増加される、増大させるか。これもあんまり考えてないです、これです。スロットに装備してる間ね、マジカの最大値は 8% も上がるんですよ。そして、結界弱、強固弱を得て常にだから呪文耐性と物理耐性がちょっと上がると、これを入れてるだけで、っていうのが目的で入れてます。つまりこれを発動させるってこと、この2つを発動させるってことは まずない、まあ、だから単体ね、スキルは実はですよ、まあ、属性ドレインを入れとけば、まあ、これ頻繁に使う技じゃないんだよね。この雷撃のクレンチとね、壊滅の雷撃ぐらいしか使わないんですよ。で、分かりやすい。で、あの、前回もそうだったんだけど、アルティメットスキルの説明とか全然してなかったんだよね、私ね。で、これ、範囲攻撃の方はね、雷の噴霧と。これが強くてね、これは攻撃勢のアルティメットアビリティですね。属性の噴霧の、攻撃勢、攻撃勢じゃない。稲妻の杖持ってますんで、これに変わっていると。標的の場所に破壊的な嵐を2秒の間生み出しね、エリアの敵を全て攻撃する。で、8562雷撃ダメージを1秒ごとに7秒の間与えると。稲妻の杖を使うとアビリティの持続時間が2秒延長されます。つまり9秒。パック72、7万2000。まあ8万ぐらいいくのかな。8万もいかないか。7万5000ぐらいか。7万5000、7万6000ぐらいだね。2秒の間を生み出して何なの？標的の場所に破壊的な嵐を2秒。まあなんか間違いだな。まあ基本的にはこの7秒と2秒の9秒。の間8560で、これ結構広くてね、これすごいんですよ。あの敵をワンサーいるところに落とすともうすごい DPS になる、これだけでも。でこれが範囲だから、溜まってる時ね、多数の敵に使いたい時はこっち使います。で、ボス戦なんかの単体と戦ってる場合こっちの流星群、簡単ね、流星群ね、星座から、これあれ魔術師ギルドの、アルティメットアビリティ、これだね、流星群、はい、星座から隕石を召喚して敵を吹き飛ばし、これ流星群の前はメテオっていう、元のアルティメットアビリティ、メテオの、派生が流星群。星座から隕石を召喚して敵を吹き飛ばし、範囲内にいる敵すべてに15123炎ダメージを与えてノックダウンさせ、2秒の間気絶させる。で、落下してから 11.8 秒もの間、ね、範囲内の敵へ1秒ごとに4807炎ダメージを与えると。これもだから結構ですね、5万ぐらいかな、これで。まあ、6万5000ぐらい。ってことだね、これまあな、あ、これもそう、最初の攻撃命中した敵に1体付き12のアルティメットアルティマか、を得ると、まあ、つまりこれが範囲、多数の敵に当たった場合アルティマが結構溜まると、まあ、だから10体ぐらいのところにバーンと落とした120溜まってるわけです、その段階で。だから50溜まった段階で次のはね
流星群打てるぞと。つまりそういうことは、あの連続して打てるから流星群っていう派生なんです。だまあね、あのボスの周りに敵がワンサといるときはこれありがたいで、あのそもそもは170なんで、まあ、回転がね、あのこっちのね、怒りの憤怒、怒りの憤怒じゃない怒りの憤怒、どっちも怒りだわ雷の憤怒ね、まあ、213と結構あの溜まるまでかかるんで、だったらこっちの回転のいい方を使いますよということで、こっちを単体にしてると、範囲にどっちも範囲で使える技なんですよ。まあだから使い分けができるように、同じやつ入れるよりも別のいいやつを入れるという方がいいかもしれないね。まあそんな感じでスキル、パッシブとか私あんまり見せてないけども大丈夫かな。まあパッシブはね、基本的にはもうあの全部入れたらいい全部入れたらいいんだけど、あの序盤とかであのこうさね、選ばなきゃなんないって時はこのね、スキルアドバイスっていうものがあのおすすめですね。このね、こっちに書いてありますね。 L 押し込みすると、あ、これはもう私はあのゲームパッドモードでやってますから L 押し込みってなってますけど、まああのキーボードとマウスでやってる場合はまた別の表記だと思いますね。 L 押し込みするとビルド変更で、ご覧の通りね、初めての操作だね。強力な操作らとして危険な力を操る古代の呪文を極めたい人は、ね、間近で。あ、書いてあるじゃん。このビルドは新しいプレイヤーにおすすめだと。ね。で、これを選べば、ね、スキルアドバイスと、ね、出ますね。まあ、ここに出てくるスキル選んでれば、ちょっとどういう効果か分かんないけど、どうしたらいいんだろうっていう人は、ここにあるスキルをね、あのどんどん得ていけばね、結構な、ビルドになります。だご覧の通り、パッシブアビリティもね、ついてるやつもあれば、ね、ついてないやつもあるわけ。これでも、あれだね、全部に丸ついてるな。クラスアビリティ。ついてないのもあるんですよ。ほら、ついてないでしょ。攻撃性能は。まあこんな感じで、まあ、どれを、ね、あのスキルを覚えていけばいいかみたいなのを分かりやすく、してくれてます、ここで、実はね。で、まあ、自分の合った、ね、あのビルドにしていけばいい。だから、ね、スタ操作、ね、スタミナ操作らを、作りたいという人は、このアルケインの戦士、ロールダメージ。武術と魔法の技を組み合わせて武器の一撃をアルケインのエネルギーで強化せよ。でこれを選択すると、まあ、どういうスキルが出てくるかというと、ね、ご覧の通り二刀流の猛攻、総人、総山か、で殺戮者とか、ね、イタンズマ形態でご覧の通り、これを得ていけば、スタミナでもソーサラーでいけますんで。ね、タンクやりたい方。ね、まあ、戦魔術師。戦魔術師かな。重装鎧と強力な、魔術で身を守り、堂々と戦いに乗り込め。不思議な癒し。マジカヒーラー。ソーサラーのヒーラー。強力な結界とシールドで味方を強化して、鼓舞し、敵から体力を吸い取れ。まあ、ソーサラーのヒーラーってなかなかない。見たことないな。ちょっと待ってね。ああ、ちょ。私はこれだった。属性の神秘士。まあ、こんな感じで、わからなければここを開いて、パッシブこれがいいんじゃないかみたいなのを、まあ、模索していくといいかもしれないです。まあ、でも基本的にはね、全部狙ってってください何気に優先順位なんで、これもうなくていいよっていうわけじゃないんですよ。あったらあったで有効な場面はあるということですね。まあこんな感じ、基本的には軽装5つ
じゃなくて、軽装7つだな、私は。もう体力はもう、完全に捨てて、いますね。軽装だね、でもね。で、軽装を7つ揃えることで、スキル。ね。装備した軽装鎧ごとに減速の効果を 4% 減少させる。これがね、7つ揃っているから 28%、ね。装備した軽装鎧ごとにダッシュの消費を 3% 減少させる。21%、ね。こちら。装備した軽装鎧ごとに間近の再生を 4% 増加する。ね、28%。アビリティの間近消費が、14% 削減。いいね。で装備している軽装鎧につき呪文耐性が上がるんで2541ね。しかもブレトンは確かありますね。呪文耐性が2310上昇すると、自身の間近再生が100も上がると。アビリティの間近消費が 7%。 ブレトンってだからヒーラー向けだよな。まあもちろんね、DPS でもいいと思うんだけど、間近のビルドにすごくいいんじゃないかな。なんでブレトって間近に特化してるかっていうとね、もともとはね、エルフと人間のハーフなんですよ。人間の方が濃くなってきちゃってますけどね、最近では。そもそもエルフと人間の間のハーフエルフみたいな感じ。ただ耳がね、尖ってるの、実はね。よーく見ると。エルフほど尖ってないですよ。どこまで説明したっけ？パッシブがどうだって言ってたね。まあ、スキルはまあこんな感じです。まあ、好きなの入れて全然いいです。パワーサージと無限の嵐だけ入れとけば。あともう、好きなやつ入れていいです。まず死にませんか？ DPS が低い。ただ死にませんから。クリティカルがよく発生するようなね、セッティングはしといた方がいいですよ。特にここに私盗賊、ね、よく使うんですけども、キャラクターね、本系盗賊座、ね、武器クリティカル率と呪文クリティカル率を2262上昇させると。これがだから、内なる発光のあるね、内なる発光のあるね、うん、パレットであればどれくらい上がるんだろう。60% いいんですね、うん。ご覧通り、呪文耐性が16877ありますね。軽装鎧でも。間近再生が900か。もうちょっと欲しかったな。あ、食事切れてる。ウィッチマザー使うからには、ちょっと、ギリギリでいきたいな。まあでも、やるかも。スキル、あ、そこ、チャンピオンの説明してなかったね。まあ、基本的には前回ね、説明したアムラエルと大して変わりません。それを間近由来に変えてるだけですね。こちらの武将で、ね、打破。打破にもっと振ってもいいかもしれない。打破 20% ぐらいいってもいいかもしれない。で、強撃。で、ここはね、完全チャージした15ギリで回復する間近。で、間近再生。で、ロール回避って防御をね、長く取りたいからね、ある程度防御できるように、16% まで。15でもいいですよね、全然ね。そしたらその余りを多分こっちの、集中強撃の方に振って、相手を、あ、まあ、でも、破壊のクレンチあるからな、ここは振らなくてもいいかもしれない、実は。うん。何かね、いいものに振ってください。ちょっとだけね、こっちの体力再生の方に振るとかね。で、まあ、前回はね、物理だったんで、アムライルは、スタミナ由来の物理攻撃関係だったんで、こっちに振ってましたけども。うん、あ、まあ、前回も説明しましたね。ドットダメージがここなんで、ここには振ってます。56。継続ダメージの効果によるダメージを 20.15% 増加させる。で、まあ、基本的にはここです。マジカアビリティによる、クリティカルダメージとクリティカルの回復の量を20.15% 増加させて、ね、呪文の貫通力、あ、じゃない、呪文の貫通力はこっちだ。ね、3900。
そして属性の、炎、氷結、雷撃、魔法ダメージを 10.15、まあ雷撃だね、基本的な。10.15% まあ増加させますと。で、これはね、こっちはアルケインの泉。敵を出すと 20% の確率で、敵から 2.5 メートル以内の、以内にいる最大3人までの味方の間近を3587回復する。自分にはあんまり恩恵ないのかもしれないね、これね。全長。薬の物事を7秒の間。マジカアビリティの消費が 80%。あ、次に使うか。なるほどね。まあでもこれは薬飲んでれば、勝手に、まあ狙ってこれを使うっていうことはまあない。呪文クリティカルが 9% 上昇する。これがありだい。復習。10秒以内に呪文を3回ブロックすると、5秒以内に使う次のマジカアビリティが常時クリティカル攻撃になる。まあ、次のはマジカアビリティ攻撃がっていうことは、まあ、一発だけだろうね。まあ、あんまりここも狙ってるって感じじゃない。たまたまそうなるぐらいのものですね、ここら辺は。と、まあ、こんな感じで、あとはそう変わりません。あの、中層鎧が軽装になってるというぐらいですね、フォーカスに。こっち。前回はここだったね、フォーカス。こっちになってますと。これくらいの差です。あとはもうアイアンクラッド、ね、呪文の盾。耐性も入れといた方がいいかもしれないね。まあ、ご覧の通り、頑丈属性の守りで、クック再生に、もう全然下が回らない。もう眠いんすわ。ごめんなさいね。クック再生に43。もう今、なんなら2時ぐらいです。ごめんなさい。まあ、変わりません、あんまり。基本的にはこれです。全キャラ。マジカに振るか、スタミナに振るか、みたいなね。この差。あと、まあ、重攻撃、軽攻撃の重きが大きいキャラは、ちょっとここを変えてますかね。マスターとアームズに強く振るか、ね、物理専門家、もしくは杖の達人に強く振るか、みたいなのを変えるってことはありますけれども、基本的には、まあ、こっちへ上げとけばいいかな。って感じですかね。まあ、チャンピオンはこんな感じです。まあ、前回ちょっと、しっかり説明したので、長かったですけど。じゃあ、やりますか。はい。薬。でですよ、意外と、この、無限の嵐ってね、範囲がそんなに、びっくりするほど広いってわけじゃない。こんな感じ。うん、これぐらいの距離で当たるんで。基本的には、単体でね、ボスと戦うときは、距離はそこそこ詰めてください。ごめんね。一回落ち着いてもらおうか、アルゴニャンちゃんに。黄色くなったら。じゃあ、やりますか。まあ、流れをまず。まず、まずパワーサージ行った後、ね。無限の嵐使いますと。パワーサージ行った後、薬一回飲む。で、無限の嵐使ったら、このまま、ね。流体雷撃、嵐の防壁使って裏に返して、ね。で、属性ドレイン入れる。属性ドレイン入れてからのスタートでいいな。属性ドレイン入れてから、パワーサージ薬、嵐、流体、防壁、で、戻ってきて、で、クレンチ、で、壊滅の雷撃を、まあ、2回ぐらいかな。2回か3回ぐらい入れて、戻して、で、流体、防壁、で、帰って、で、クレンチ、で、壊滅、2回、3回したら戻って、サージ、嵐、雷撃、防壁。で、返して、ドレイン、クレンチ、壊滅2回か3回。うん。3回して、うん。っていう流れですかね。まあでもね、もう、いつも通りさ、途中でわけわかんなくなっちゃうから。ごめんね、うん。よし、じゃあやりますか。ドレイン入れてからだね。ドレイン入れてもね、
これは敵対しない。はい、はい、ここからスタート。はい、アルティメット、はい、戻して第2に戻してフレンチ壊滅、壊滅のサージ、こっから重攻撃混ぜますよ。どうすんだっけ。あ、パニクった、パニクった。はい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 、サージ。はい、ドレイン。薬が出た。はい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 。もう間近ない、間近ない。重攻撃混ぜよう、重攻撃混ぜよう。はい、サージ、嵐、重攻撃のフレンチの壊滅3回ぐらい、壊滅3回ぐらい行こう、壊滅3回ぐらい行ってから戻して、あー、間違えた。あ、ここで逃げた。もうあとはもういける。よいしょ、押せ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 。24,828 か。もっといけたな。止まった、止まっちゃダメなんだよ。いや、下がったのよ。ちょっとスムーズさが全然なかった今の。ただまあいいと思うんだよね、重攻撃3回に1回ぐらい混ぜるのは。リソースの維持にもいいし。まあこんな感じです。さて、じゃあ恒例ですけども、グループダンジョンに行きましょうかね。どうしましょう。前回はフンガル行ったからちょっと別のとこ行きたいね。どうしようかな。まあダガフォール由来のキャラクターですから、スピンドルクラッチ行きますか。で、ちょっとね、まあドレス着てますけど、ちょっとこれコスチュームなんですよ。コスチュームを抜いてみましょう。ご覧の通り、基本的には魔女という設定ですから、魔女がね、ダガーフォールで認められて王宮魔術師に召し上げられて、でそっからカシミール王に嫁ぐみたいな設定なんで、そういうロマンスがあったという設定なんです。さあ、頭装備、コレクションの外見、頭か、こんな感じです。基本的には魔女っぽいでしょ。もっと魔女っぽいあのセットあるんですよ、コレクション。グレンモリルの魔女、これだ。うん、ちょっと前まではこれでやってましたかね。いいでしょう、魔女ですね。だからあれですよ、ウィッチマザーのオリベおばあちゃんと同じ服です、これ。グレンモリルの魔女みたいな設定でやって。ちょっと待って、カメラの位置が悪いわ。高さ30にして、でここ30にして、はい、これが私のいつものカメラ位置ね。近いとこんな頭の横ぐらいにレティクルあって、で、遠くすると、ね、頭上ぐらいにあるから、使いやすい。さて、じゃあ、行きますか。
あ、これで行くつもりじゃない。これじゃないんです。コレクション、外見コスチューム。ガイアリノールの。これもいいね。最近追加されたコスチュームですね。で、キャラクター、海賊の魔女から、ね、ダガーホールの宮廷魔術師。これ、基本的には戦闘するときはこれでいってます。これの頭だけ外す。いいでしょう。このね、モチーフはね、なんだったかな。あれです、クラグローの試練で取れる。内向じゃないですよ。セレスティアルだ、ごめんなさい。間違った、ヨクダじゃねえわ。これね。同じだね。ジャギンだとこっち。これ魔術師っぽくてよくてね。お気に入りなんですよ。よし、じゃあやりますか。こっち出口だった。まずは。皆の者、準備はいいか。また入るぞ。これをしてれば、ね、ちょっと、試しにやってみましょう。ご覧通り、見て、体力回復してるの分かるでしょ。こういうしぶとさがありますよというわけです。範囲に強いですよ。雷強いですからね、基本的に。で、このありがたいのがね、マジか、なんだったっけな。見やすいな。上回る DPS だ。何だったかな、マジ攻撃杖だったかな。攻撃杖のスキルの中に、どれだったっけな。これだ。攻撃杖のアビリティで敵を倒すとマジカが3600回復する。これがありがたくてね。だから基本的にはですよ、とどめはこの属性の輪だから、これです。雷撃の指輪でとどめ刺すようにすると、いうふうにすると、マジカが続く次に去っていけるようになるんですよ。マジカがドッと回復しますので。待ってなくていいんだよ、戦ってもらっても。ね、ご覧通り。さあ行こう。マジか。美味しそうな。完全に回復しました。恐怖の味がよくわかる。こっちに。ああ、
吹っ飛ばされた。この中で戦いたいんだ。いやー、吹っ飛ばし、何これ、何できてる。いや、また食らった。これかな、なんで通り過ぎてくるんだ。会いたい。はい、これでもう。よし。とまあご覧の通り体力回復とか全然考えてないです。サージ使って普通に戦ってるだけで回復するんで。頭がガンガンするわ。指揮官にまた会えることはあるの？もうこれ以上君たちは進まない方がいいぞ。きっと大丈夫だ。頭の中の叩きを。楽でしょう。楽なんですよ。やられてるな。全員殺せ、無慈悲に殺せ。本当はね、ここでね、仲間が襲ってくるっていう、イベントがあるんですよ。ただなんかそれが影響して、この先でね、致命的なバグが発生するみたいな感じになって、あれが排除されてしまった。だ、話の流れが結構意味わかんなくなってるんですよ。うん、どうせこう都市で溢れ返っている。なん気持ちいいの。いや楽だよ。マジでサバマジで楽だ。我らが彼女を奪おうとしているんだな。燃えろ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 。だってもう範囲攻撃向きなんでね、こうソロでグループダンジョンとか超絶楽。うん、治療焼けつけ。なんならこう防御しながらやっててもいいんですよ。スタミナですから、防御は。リソースをフルに使いますよ。メリール。よしよしよし、引っ張られた、引っ張られた。一つになるの。いや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 。治癒士。治癒士いるんだ。いや、治癒士これやる。なんだお前。せ。彼らは死者を燃やせ燃やす、俺が燃やす、お前の。よし、
気持ちいいでしょ、雷、全部雷だから。もっと近くへ来なさい。治療して、そして闇を受け入れるの。でね、あの雷についてね、通常攻撃が範囲攻撃なんですよ。だアタバーだけど、これは、まあ、こうバーって敵がいるとしてね、敵にバーってやるでしょ、あの周囲の4メートルぐらいかな、半、あ、全直径4メートルぐらいかなの間の敵全部にダメージを通るんですよ。で本当にこういう、ね、敵がねワンサと来るのにすごい向いている。愛を知らぬ生物たちめ、私に従わないというのか。殺しにしてやる。してますか。よし、来ましたよ、ビスパラーが。なんじゃ、そうね、全然戦えない。アメリカ、ベチョウが来た。ベチョウ来るか。ベチョウ来るか。いやもうこれなんローテーションが全然組めないよ。いやらしい。やっと動けると思ったこれ。よし、でもこんな感じです。どうすか、だこの今パレットあるでしょ、ね、さあ嵐舞台勝利指輪、これだけでいいんですよ。で攻撃杖のね、さっきも説明してましたけど、これね、破壊の熟練者、これがあるんで、ね、まあ大体はとどめ指輪で刺すんで、ね、こんな感じで、これまあダメージ的にも結構強いものなんで、範囲の割には。であとまあ連射できると、まあなんでマジカバーンと回復しますから、これこのパレットをじゅんぐり回せれば敵に勝てる。とにかくやりやすいです、とにかく。でよ、じゃあ一回奥湯に戻りますか。イリアさんのご自宅はタガフォール城なんて。はい、あ、戻ってきた。コレクションじゃない、リタル
で、キャラクターのこれから回路を変えましょう。杖の色がこっちの方が合ってます、うん、王の七元に、王の七元に、とまあこんな感じです。第2弾、マジカソーサラーの雷の魔術師、いかがでしたでしょうか。とにかくね、このビルドの利点は簡単であるっていうことです。まあ装備とかはね、なんだろう、頑張らなきゃあんな感じにはなんないんだろうけど、そんな別にね、なんだろうな、関係性じゃなきゃダメとかね、いうわけでもない。ネッチだったら、なんなら、なんだ、どこだっけ、ダークシェイドか、うん、通ってれば揃いますし。で、残りの装備はもうあれでいいですよ。ジュリアノスの掟、うん、あれでも全然同じなんでね、うん、同じだったよ。まあ、呪文ダメージの伸び幅がネッチの方がね、雷に特化してればネッチの方が高いよっていうだけであれを選んでるだけだって、基本的にはジュリアノスの掟の上位互換という感じなんですよ、ただのね。まあ、なんでジュリアノスで全然いいと思いますし、ジュリアノス何がいいかな、何がいいんだろう。あれがいいわ、名前なんだっけな、呪文貫通の上がるやつです、忘れちゃったスプリガンの茨の呪文貫通版のやつあるんですけど、うん、名前なんだったかな、ちょっと待ってください。まあ今度調べてテロップにまた出しますうん、というわけでね、じゃあ今日はここまでにいたしましょうか。第2弾ということでね、まんまりマジカのね、前回物理だったからマジカの方がいいのかなと思ってマジカにしましたけども、うん、まあこんな感じで自キャラの、なんだろう、うん、まあ、ロールプレイ重視のビルドを紹介していきますんで、DPS 高いの知りたいですっていう方はね、そういうのを結構皆さん動画出してるんで、そっちで調べてね、そっちを見ていただくという形にしてください。私のね、ビルドでね、DPS っていうものはそこそこしか望めません。ただ多分味わいはあると思うんで、このゲームをね、ロールプレイングしていくという意味では、まあ、よろしければ参考にしていただければなと。まあ、あと、なんだろう、基本的にはことは多分私が言ってると思うんで、それをまあね、土台としてご自分でね、強いビルドを組み上げていくと、まあ、それも楽しみの一つだと思うので、誰かがね、こんな感じでこれがファイナルアンサーだというのをそのままね、真似してやってても多分何の達成感もないかもしれないんで、自分でやっぱりこれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかってね、装備組み替えて、ね、スキル入れ替えて、って感じでやってると多分面白いと思う。何か参考にしていただければ幸いです。というわけで、じゃあ終わりましょうか。ね、長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送も。次回はだから物理の方ですね。まあメインキャラは今のところね、3人中2人やってますんで。もう一人のメイン、バルバラの、うん、ドラゴンナイトの、両手武器ビルドだね。まあ基本的には DPS 出すときは二刀流っていうのが定石なんですけども、そんなのつまんねえと。みんなやってんだったらつまんねえと。俺は俺の道を行くぞということで、両手剣もなんならあれですよ。武器に、両手武器に、セットが2つつくみたいなね、うん、いうのが仕様になる前のね、1セットしかついてないね、武器1本に1個だと、うん、いう時の、うん、いう時も両手剣持ってましたわ何かを犠牲にして、まあ、そのね、スキルじゃない、ビルド、うん、
を次回はちょっと皆さんにご紹介できたらなと。私のメインの中のメインキャラなんでね、バルバラというノルドのキャラクター。というわけで次回よろしければご視聴の方お願いいたします。お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。ちょっとなんか眠くて、舌も回らねえ、頭も回らねえで、何言ってるか分かんなかったかもしれないですけど、すいません。あんまり夜中に動画撮るのはやめましょう。というわけでお疲れ様でした。